エジリナイレット、はい、僕が一人ということはドッキリ今回やっていきたいと思います。といってもちょっとドッキリというよりかは検証みたいな感じなんですけども、 A さんにいきなりこの31センチのスパイクでフリーキック対決挑んだら、まあ、どんな戦いになるのかちょっと検証していきたいと思います。で、今回企画でハンデフリーキックをやろうよっていうのを A さんにもう話してあるんですけど、で、そのハンデが A さんがこの31センチのスパイクで蹴るというハンデだったら、まあどんな戦いになるのか、まああとはね、どんな反応するのかっていうのも見ていければと思います。このスパイクじゃちょっとまともなフリーキック蹴れないと思うんですよ。なので今回はこのスパイクで A さんの方に蹴ってもらって、僕の方はね、いつもの普通のフューチャーのスパイクでフリーキック対決やっていきたいと思います。ということでスタート。 AJ ユナイテッドハンデフリーキック対決。私の持ち込み企画なんですけど、だからハンデでしょ。だ、前やったみたいに距離を離すっていうか変えるかっていうハンデもありますよね。それか本数、神コースとかはあって、なんか神コース決めたら2点みたいな。あと何かやったっけ。俺最適なハンデを思いついちゃったんですよ。ちょっと準備してきてもいいですか。すぐ戻ります。ちょっと俺もさ、ちょっと水だけ飲ませてもらっていい。あ、じゃあ一緒に行きますか。はい、ちょっと行きましょう、行きましょう。あ、何調子いいね。一応水を飲みに行く A さん持ってきますか。 A さんが水飲みに行くついでに俺ちょっと準備しますんでね。え、ちなみにどんなハンデだと思います。とりあえず物は使います。持ってきますねってことは持てるもんだってことだよね。ない、や、いや、もう大丈夫です。行きましょう、行きましょう。これ何隠してんねみんなよ。なんか箱みたいの持ってんだよ。あぶねえな。じゃあ次回さんにはハンデで。なんだよ、割れたわ。よいしょ。ピアス開けました。開けてねえよ。なんかすごい斬新なピアスですね。職場についてくるあの止めるやつ、はい、似てます、ね、それ多分それじゃないの。おい、おい、なんかチラチラ見んなよ。何持ってるかわからん、中わからん。で、はい、ということで A さんには今回こちらを使ってフリーキック蹴ってもらおうと思います。こちら31センチの僕が購入したプーマエボプロでございます。俺なんかサプライズプレゼントでなんか、いや、いきなりなんか、まあ、でもプーマだからプーマのスパイク俺欲しいのあった日かなと思いながら、まあもしあれだったらプレゼントしますけど。いや、 A です。 A さんに31センチのスパイクを履いてもらって、僕と10本勝負でフリーキック対決をしていただきます。なるほどね。これさ、ちなみに、はい、中にこれ詰めてはダメ？ダメ。絶対ダメ。普通の状態で履いていただきます。オッケーオッケーオッケー。さすがにちょっとフリーキック蹴るのこれ厳しいんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと今回これで戦わせてもらってもいいですかね。はい、大丈夫です。チャレンジスタート。てか箱でかくないこれ。いや、箱でけんだよ。すいませんね、ネメシス買ったばっかなのに。まず大きさやばいんだよ。全然違う。 A さんの靴でもこんな違うんだ。もう俺らもっと違うけど。すげえ。足の圧迫感はもちろんないよ。ないよ。もう本当に自分で締めない限りは全然圧迫感ない。紐緩める意味あんの。いや、ないよ。多分そのままいける。あー、どうすか。なんかね、履いたことある感覚がするんだよなこれ。これさ、バカキツキツにしててもこれ入っちゃうじゃん。いや、そう、入っちゃうんだよ。でもこの状態じゃないと普通に履いてる時脱げちゃうから。分かった、この感覚。長靴だ。だってネミスすげえちっちゃく見えるもんね。スッと入る。ドナルドダックの、ね、足じゃないよなこれ。いや、ちょっとね、ぽいカラーもドナルドダックっぽいし。バカの大足じゃねえかよこれ。俺絶対俺らの身長で考えられる足のサイズじゃねえ。いや、本当だよ。ちょっとつま先チェック失礼します。はい、やばくない。あれ、ないぞ。ほんとここやっぱここか。でっけえ足。足でっか。ちょっとこれでぜひ一回挑戦の前にリフティングしてもらいたいんですよ。ああ、なるほど。すごくない？なんか全部がさ、受け取ってくれるから全然落ちないんだよ。あ、すげえ。おお、なるほどね。おお、引っかかった。足でかいからさ、足でかいから引っかかったぞ今。いつもだとそこに引っかかんないってところが。マジででけえ。なんだろうな。
自分の足じゃないんだけど、まあ吸収はしてくれる感じはある。そうだね、ちょっと距離が前に行っても足出せば、そう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 なんだよね。ということで今回はこのスパイクを A さんに履いてもらって、ちょっと僕とフリーキック対決やっていただきたいと思います。先行後攻じゃんけんいきますか。 OK、よっしゃあー行こうでしょ、あー行こうでしょ。先行行かしていただきますわ。よかろうもん。いやあれどうなんだろう、守備範囲とか広がるのかな。これだけで60センチあるからね。やばよし、動かなくて済んだわ。足元の映像とかクソとんでもない絵になってるかもしれない。やばいかも。これカーブとかどうやってかけるんだろう。結構うまい。つま先に当てないようにすればなんとかいけんじゃないかみたいな。マジでドナルドの足にしか見えねえんだよな。いくでドナルド。ああ、よしよしよし、やばい、動かさないとなんないのに。やっ、はい、よしつま先に当てない蹴り方をすればこれ多分あんま感覚的に変わんないかも。マジかよ、やばい。ちょっと重いね、さすがに32センチだからね。そうじゃ、3球目後半やばいよ、こんなにハンデもらってるのに。うわー、あぶねー、うわー、あぶねー。今急激に足がでかくなってきてるわけじゃないよね。でかくなってる、転生してる。よし、いきます。よしよしよし、おー、甘いな。オッケー、オッケー、マジでいい靴なのかもしれん。さあ5球目前半、もう2点差出てるからね。こんな決めときたい。もしこれ勝ちたいな。やばいよちょっと。おっ、やべえ。よしよしよし、なんとか2点差。ハンデを
またしたのに。ありがとうございました。いや、非常にちょっと楽しかったですね。まあただ皆さんはね、絶対真似しないください。真似しないでください。あのでかい靴履くと、あの怪我の恐れもしかしたらあるんで、店頭で履いてちゃんとした靴を履いてね、サッカー楽しんでください。ということで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。